ちどっちそっち ADS。 ここからは名張市観光協会週末ガイドのコーナーでございます。本日はですね、一般社団法人名張市観光協会から杉本和則さんにお越しいただいております。杉本さん、今日もどうぞよろしくお願いいたします。どうぞよろしくお願いしますお願いいたします。イベントが増えてきたようで本当に ね、 そうですね、嬉しい限りでございますね、はい、天候も良くなってきましたので ね、はい、もう今日も20度近い気温ということで ね、 そうですね、ちょっと暑く感じるぐらいですよね、はい、じゃあ今日も早速ね、いろいろとご紹介いただきたいと思いますが、まず改めて自己紹介をお願いいたします。はい、一般社団法人名張市観光協会の杉本和則と申します。どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。もうね、おなじみの杉本さんでございますけれども。あ、そうですね、先月も出させていただきました。いやいや、はい、いつもありがとうございます、まあ、今回はどのようなお話をしていただけるんでしょうか。はい、今日はですね、はい、近畿日本鉄道株式会社さんが、はい、近鉄の沿線各所で開催されてますゆるく回ろう鉄ロゲというイベント、はい、こちらが3月の19日に名張市で開催されます。そのことのお知らせに来させていただきました。なるほど、3月19日土曜日、そうですね、はい、かしこまりました。ではその鉄ロゲという言葉なんですけれども、ちょっと聞きなじみがないんですが、どういったものなんですかね。はい、うん、元はロゲーニングっていうゲームなんですけれども、まあ、このロゲーニングっていうのも聞いたことあまりないと思います、はい、地図を使いまして、制限時間内で、いろいろなところを回っていただくということなんですけど、指定されているチェックポイントというのがございまして、はい、そちらを訪れていただいて、そこについている、多くの点数を集めるというゲームになります。今回はですね、はい、近鉄さんが主催ということで、歩くだけではなくて鉄道やバスも利用して良いというルールで、鉄ロゲーというネーミングをされているということです。あ、なるほど、かけているということなんですね。そうですね、ゲーニングと鉄道を、はい、はい、なるほど、これ2人から5人でチームを組んでご参加いただくと、うん、いうことになっています、うん、その募集がですね、現在近鉄沿線を中心に、募集中、参加者募集中になっているということです。なるほど、この近鉄沿線沿いにお住まいの方を中心に募集されているということなんですね。そうですね、あ、はい、なるほど、結構もう集まってこられてる感じなんですか。あ、そのように聞かせていただいてます。あ、そうなんですね、はい、いや、でもゲーム感覚でね、いろんな観光スポットを訪れられるっていうのはいい機会ですよね。そうですね、ね、はい、素晴らしいですね。ではどのようなところが、まあ、チェックポイントになっているかっていうのもね、教えていただいてよろしいですか。はい、実はですね、このチェックポイントなんですが、当日のスタートの直前に発表ということになってますので、はい、まあ、私は知ってるんですけれども具体的には秘密ということでお願いしたいと思います。ヒントなんですけれども、はい、先に開催されたところを参考にさせていただきますと、まあ、主な観光地、それから史跡、神社、お寺、それからちょっとした石碑ですね、うん、それからお店ですとか、ちょっと変わった建物、などで、全体で40箇所から50箇所がポイントになると思います。あ、そんなにあるんですね。結構ありますよね。そうですね、あとちょっと個性的な建物なんか見つけられるのかなって心配なところもありますけれど、そうですね、地図がありますのでなんとか行けると思います。なるほど、はい、でもこれだけたくさんあったら1日で全部回るっていうことはできるんですか。そうですね、このゲームの面白いところはですね、うん、全部を回る必要がないっていうことなんです、うん、それぞれのチェックポイントに、まあ、先ほども言わせていただきましたけど、点数がついてます、うん、例えばそのスタートの地点から遠いところなんかは高得点、高い点数がついてますので、それをチームで作戦を立てて、うん、どこに行こうかっていう作戦を立ててですね、はいはい、そのチェックポイントを選んでそこを回るということになります。ですから、スピードでね、ですね、一生懸命闇雲に歩いてても得点上がらない可能性もありますので、うん、その作戦が大変重要になってくると。
ですから、まあ、40から50って言いましたけれども、そのうちの10箇所ぐらいが精一杯かなと思わせてもらいます。あ、なるほど、はい、じゃそんなにもう回ることはできないよと、最初からまあそこはね難しいんだよということ で、ね、まあ、あの本当に制限時間内にどれだけポイントが稼げるのかっていうのが重要になってくるわけですね。そうですね、はい、わかりました。では、まあ、みんなが同じコースを歩いていくということではないわけなんですね。あ、そうですね、あのスタートの地点はですね、あの紀陽台にあります名張の湯となんですけれども、10時にスタートをしてから13時30分のフィニッシュまでの間は各チーム作戦に従ってですね、バラバラの動きをするということになります。あのその範囲もですね、赤目方面から名張駅の周辺もございますし、御旗方面もございます。大変広い範囲ということになってます。またあの自家用車の使用というのは禁止というゲームですので、これはあの最後フィニッシュして採点してみないと、どのチームが優勝できるのかっていうのがさっぱりわからないと、まあ、逆に大変楽しいゲームだと思います。へえ、そうなんですね。まあ、どこに行くかによってね、全然点数も変わってくるわけですので、またちょっと自家用車が禁止ということでね、結構これもそうです ね、ちょっとネックにはなると思うんですけれども、だからこそこの鉄道とかね、バスを利用していただくっていうのが、まあ、今回の目的。そうですね、大変ね、これ短い時間で、ね、あの点数稼がないといけませんので、はい、失敗しますとあのゴール間に合わないとかですね、そういうのもありますから、作戦って大変大事ですね。もう時間も計算していただいて。そうですね。ね、あとはもう、はい、あとこちらの鉄道とかバスの利用は自腹に取るわけですよね。そうですね。そうですね。じゃあもう節約しながらとね、まあ、お財布とも相談しながら、そうです、いろいろ考えてね、頭使って回らないといけないですね。はい。わかりました。で、ちなみにそのチェックポイントに行ったかどうかっていうのはね、どのように確認をされるんですか？そうですね、バラバラの動きになりますので、はい、審査員がなかなかそれチェックできません、うん、それでうまく考えられてましてですね、うん、スマートフォンで、チェックポイントごとに、指示通りの写真を撮ってきていただきます、うん、指示通りなんですね。そうですね、それでその写真をですね、審判が、うん、フィニッシュ後、ゴール後にですね、確認をするということになってます。それからその写真にはですね、チームのメンバーも一緒に写ってないとダメですので、うん、前もって撮っておくということも難しいと思います。あ、もうじゃあ、はい、一切反則ができないということですね。そうですね、うまく考えられてますね。いや、すごいですね、はい、いや私もなんかちょっといたずら心じゃないですけどホームページで検索した写真ないかなとかね、まあ、そういったことはできないということで。そうですね、ねえ、はい、いや結構厳しめなので頑張っていただきたいと思いますね、はい、いやもう本当にでもね、名張のことをいろいろ知っていただけるね、本当に素敵な機会になりますので ね、 そうですね、はい、ぜひこの機会に名張をね、魅力を感じていただきたいと思います、はい、さあそしてですね、昼食の時間になるんですけれども、こちらは挟むことはできるんですか？あ、そうですね、10時スタートの13時30分フィニッシュですから、はい、12時入ってますよね、うん、ですからその間にですね、昼食を自由に取っていただくっていうこともできます。それから、まあ、優勝を狙う方はいらっしゃいますけれども、はいはい、その時間も抜いてですね、昼食も抜いて、頑張っていただくというのも ありということで、これも作戦でやっていただきたいと思うんです。まあ、観光協会ですので私、はい、ぜひ名張で美味しい昼食をとっていただきたいと思ってまして、はい、まあ、この、ネーミングがですね、ゆるく回ろう鉄路ゲっていうことになってますように、はい、ゆるく回っていただく方、ぜひ名張のお店も紹介していきたいと思ってますので、そちらの方も楽しみにしていただけたらと思います。なるほど、はい、まあ、点数稼ぐのもいいですが、まあね、ぜひね、せっかくなかなか行けないポイントにもね、そうですね、足を運んでいただくわけですので、まあ、ゆっくりもしていただきたいということでね、はい、はい、そうですね、まあ、例えばチェックポイントに飲食店なんかがもし入っていれば、まあ、そこでねゆっくり美味しいものを楽しんでもらうっていうのもね、そうです、そうです、はい、はい、期待したいと思いますね、はい、まあ、そして、まあ、土地勘のある名張の方とかはね、とても有利なんじゃないですか？そうですね、このイベントにつきましては近鉄沿線の方ですので、
あの名張の方ではない人も来られます。それからその人らにとにはちょっと言いにくい話なんですけれども、あの名張の方はこれ実際有利だと思ってます。あのもうただネーミング通りですね、ゆるく回ろうですので、あの親子での参加もあの多いようですから、特典にあまりこだわらずに楽しんでいただくのがいいのかなというのも思っています。なるほど、そうですね、まあ、ゆるく観光目的でも楽しんでいただきたいなと思いますね。そうですね、いろいろな楽しみ方していただきたいと思うんです。はい、確かにそうですね。あとはまあ、まあ、逆にね、名張の方はしっかり、まあ、せっかくなんで優勝を狙って ね、はい、ね、頑張っていただきたいと思いますね。はい、はい、それではですね、優勝のチームには何か商品なんかはあるんでしょうか。そうですね、あの名張にちなんだ素敵な商品ですね、うん、あの用意されているということです。まあ、あの優勝だけじゃなくてね、他の、あの、賞もあるようですので、そちらも期待していただければということです。なんでしょうか、はい、じゃあそれも、まあ、もらえるまでのお楽しみ。そうですね、ということで。そうですね、あ、はい、じゃあいろいろ楽しみが当日まで多いですね。そうですね。わかりました。それではですね、今一度日程などの詳しい、情報をお願いいたします。はい、ゆるく回ろう鉄ロゲ in 名張市ということで、3月19日土曜日の開催です。午前9時30分から開会式、10時スタート、13時30分フィニッシュ、表彰式がありまして、その後解散ということで15時解散予定です。受付は当日の9時から、三重県名張市紀王台2番町の名張の湯に集合ということになります。はい、わかりました、ありがとうございます。まあ、日時場所ね、いろいろと時間限られておりますので、お間違いのないようにですね、はい、お越しいただきたいと思います。そしてお申し込みなんですけれども、まだ間に合うんでしょうか。そうですね、もう募集は始まってるんですけれども、締め切りが明日の3月の12日になっていますので、まだ間に合います。ギリギリですね。ギリギリ間に合います。はい、今から急いでですね、2人でも参加できますので、2人から5名でチームを作って申し込んでいただければ良いということです。参加費が必要です。大人が1人1000円、小学生以下の方は無料になります。それから申し込みは近畿日本鉄道株式会社の専用ホームページから申し込んでいただくことになります。ですから十分間に合うと思います。このホームページなんですけど、はい、まあ、私も実験でちょっとやってみました。そうしましたら、ホームページにはですね、近鉄っていう言葉と鉄ロゲっていう言葉、この2つの検索ワードで、検索しますと簡単にたどり着くことができましたので、大丈夫だと思います。そうですね、はい、まあ、私もね、先ほどページ開かせていただいたんですけれども、画面のね、もう近鉄さんの画面のトップに出てきましたので、はい、はい、もうぜひね、すぐ検索していただければ分かるかと思います。十分間に合いますね、今からですね。そうですね、はい、もうご家族で、ご夫婦でも結構でしょうしね、そうですね、親子でも結構親子でもいいでしょうしね、はい、楽しい思い出をこの機会に作っていただきたいですね。そうですね、はい、それでは、まあ、お申し込みの条件なんかはあるんですかね。はいはい、もう一度申し上げます。はい、2名以上、最大5名まででお申し込みということです。それで部門がありまして、ファミリー部門と一般部門があります。ファミリー部門というのは、小学生以下の方が少なくとも1名参加していただくということになります。それから中学生以下の方についてですけれども、大人の方と一緒に参加をしていただくということ、それから高校生のみで参加できます。その場合は保護者の同意が必要になります。もう一つあります。当日はスマートフォンが1チームにつき最低1台が必要になるということです。ちょっと難しい条件なんですけれども、はい、主なところは以上です。はい、わかりました。はい、この申し込み条件についてもね、はい、5つしっかりとチェックをしておいてください。その他何か注意点などはありますか。はい、今回は近鉄さんの主催ということですので、できるだけ鉄道ですとか、それからバスなど公共交通機関の利用にご理解とご協力をお願いしたいと思います。特に範囲が広くて、自家用車使えませんので、
バスの時刻表なんかも予習していただくといいかと思います。それから、新型コロナウイルスの対策についてですけれども、これも近鉄さんの、鉄路下のホームページで書かれてますので、申し込みの時点でですね、内容をご確認していただいて参加をお願いしたいと思います。それから、定員があります。現在まだ空きがあるということで聞かせていただいてますので、申し込んでいただけるはずですけれども、まあ、定員になり次第締め切りということにつきましてはご了承ください。はい、はい、ありがとうございます。それではもうね、あっという間にお時間が迫ってまいりましたので、最後に一言ね、リスナーの皆さんに何かメッセージございましたらお願いいたします。はい、このチェックポイントについてなんですけれども、名張の方でも知らないチェックポイントっていうのがどうも設定されてます。あ、そういえばそういうところがあったなというようなところ、あ、ここはそう、こんなことだったんかというような気づきもしていただけると思いますので、名張の皆さんぜひともご参加いただきたいと思います。まあ、早口でですね説明させていただきましたので、お許しいただきまして、ちょっとわからなかった点とかございましたら、チラシポスターは近鉄の各駅に置いていただいてます。ご不明の点ございましたらそちらをご確認いただくということができます。それから電話でですね、名張市の観光協会の方へお問い合わせいただいても OK です。電話番号を言わせていただきます。0595-639087です。観光協会、63-9087までお問い合わせください。はい、ありがとうございます。もうたっぷりとね、いろいろともう魅力をね、はい、お伝えいただきましたけれども、もう聞いてるだけでもね、すごく楽しそうなイベントになっております。まだね、募集も明日まで、明日1日間に合うということでよろしいですかね。はい、ホームページだから夜でも、ね、申し込みできますしね。あ、なるほど、もうギリギリ明日までにね、ちょっと興味持っていただいた方はぜひ2人からで行けますのでね。そうですね。はい、まあ、もうちょっといろいろと条件あるかと思いますけど、はい、ぜひそちらも確認していただきながら、はい、楽しんでイベントに参加していただきたいと思います。ということで、今回は一般社団法人名張市観光協会から杉本和則さんにゆるく回ろう鉄路下についてご紹介をいただきました。ぜひ皆さんもお楽しみください。ということで、杉本さん今日はどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。あっちどっちそっち ABS